Thank you, Trailer Told. Let's start now. でやるしかない。何か問題？俺にはないけど。私だって。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。臨死体験の後に魔力を得た者はレプリカと呼ばれる。模造品、複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。俺は霧泉マリー、野良魔法使いだ。もっと強くなるために、最強になりたくて俺はここに来た。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば政府公認の魔法使い、忌まわしきルブル。その撲滅のために私は戦っている。夜の渋谷のカオス、それが人を引きつけてやまない。魔法使いは立ち止まったら負けだよ。ひたすら魔法使いの好感度を下げるギルド、街を守れないメア、そして真夏でも冷たい世間の風。動き続けないと次から次へと奴らが寄ってくる。組織に属さない俺たち野良魔法使いは、ある意味狩りの獲物。クジライ様からマリン君を手伝うように言われたの。マリン君の力が必要なの。ダムドか、それともギルドか。危険魔法使いは成敗してくれるわ。レナティス、魔力の源泉であるクラキウン、マレデウスとの接続が絶たれる日、聖杯を持たぬ者はその日を境に魔力を失うだろう。ずいぶん際どいことを知っているようだね。ザレ事はすかん。秘密を抱えて死ね。だからこっちは好き勝手やる大チャンスなわけ。認めたくはない。私の目が曇っていたようだ。カイダー隊長、長くメアにいたが、この組織はもうダメだな。憧れの人には近づいちゃいかんのですよ。リスクとスリルは俺の大好物だ。最後の時を迎えるにあたり、私はこの聖杯を託す相手を探した。そしてついに見つけた。俺は俺のためにしか戦わない。僕は最高のアーティストになりたい。君のために最高のウィザードを描くよ。その性格羨ましいわ。本事件に関しまして、メアは逃亡したギルドの魔法使いである、通称つむぎ、逃亡を手引きした元メア隊員、以上4名の行方を現在鋭意捜索中です。メアです。両手を挙げなさい。あ、お前ら、オールのクジライ道路。僕たちが出会った日に家のことを話してくれたよね。あれは全部嘘？たとえ嘘でも、クジライ様に話せば世界は変わる。でももうダメだね。急げ我が半身よ。これ以上お前の過去は奪えず、
時を奪うしかない。渋谷で何かが起こるってネットがざわついたの。もう時間がない。あと5日で俺は魔法を失う。